同じです、実はこれからですね、タイのパタヤからですね夜行バスに乗りまして、ラオス、ビエンチャンを目指したいと思います。ノンカイまで約11時間、出発は夜の8時ですね。あと1時間ぐらいあります。朝7時到着予定です。そして、国境陸路で降りたいと思います。さあ一応 VIP 取りましたんでね、寝ていけるんじゃないかと思いますけども、まあ、ジジイなんで頑張りたいと思います。11時間旅頑張りたいと思います。ちょうど今横のですねイスラム系のところではコーランですかね、歌ってます。はい、というわけで行ってきます。バイバキン。それではこれからパタヤからノンカイ行きのですね、バスに乗りたいと思います。こんなバスですね。行きます。席は 15A です。2階建てです。 15A、 どこが 15A なのかというと多分ここかな。イスラム系のモスクがあります。さあこれから約11時間の旅ですね。どうなるんでしょうか。まあ椅子はリクライニングになるんで、あとは夜行ということでね、まあ乗り物ってはすぐ寝れるんですけど、一杯飲んでくるの忘れちゃったんで。ピンクのライトが怪しいですね。VIP には4人しか乗れません。ジェントルマンのフランス人、そして、ラオス人のお姉さん、陽気なイギリスの、おじさんって人ですかねが乗ってます。で他の人たちは全部2階でしょうかね、後ろでしょうかね、まあ、4人しか VIP が座れないみたいな。早く引き取っておいてよかったですね。施設はもう広いですし倒れます。でこちらにはお弁当がついてるんですね。お菓子とお弁当ですね。暗いか。8時、では7時到着。そして国際バス乗ってですね、陸路で国境を越えるという予定です。はい、出発してからちょっとしてすぐお弁当が出ました。何だかよく分かんないですね。何でしょう、食べてみましょうか。なんだか分かりません。辛いです。それと、ロールケーキみたいなですね。オレンジフレーバーですね。そしてソイミルク豆乳です。あと水も1本もらいました。休憩してます。
あと残り3時間です。ちょっとした売店があります。今何を売ってるかというとですね、カップ麺売ったりお菓子売ったりちょっとしたお土産売ってます。スイーツかな。あとはね、次に行きます。うわー、いいねですね。ドリンク買ってる人いますけど、20バーツからなんですよね、コーラ。カップラーメン。お菓子。一応値段あんのかな ?25 バーツですね、これ。パン。まんじゅう。うまそうだな。はい、ということで売店でした。荷物受け取れてよかったですね。危なかったです。ということで、インターナショナルスこれですね。なんかいっぱいになったら行っちゃうみたいなんで、いや危なかった荷物ということでね、受け取りたいと思います。100バーツ。イミグレの人でしょうかね、パスポートと、ラオスの入国カードのチェック。はい、タイの出国イミグレーションです。じゃあ行きましょうか。ここから多分取っちゃいけないと思うんでここで切ります。では入ります。はい、というわけで無事、出国しました。ここは、タイとラオスの間のところなので一応タイ側ですかね。皆さんはラオ、タイ、ラオ、ジャパニーズ、こんにちはということで、ソフトなんだけどね、まだここはタイね、ここから、橋を渡って行きます。橋を渡ったらラオスね。
もラオスですかね。真ん中どこからラオスなんですか。あれ急にね、右と左を飛んだりする。実は楽しみです。到着。はい、というわけで、無事ラオス入国できました。あっという間でしたね。後ろのラオスのお姉さんたちね、手伝うか、いろいろ手伝ってくれて、両替もできました。このまま、町のビエンチャンの町まで、荷物チェックも何もなかったですね。あっという間に写真も動画もなんか撮れずに、またバスに乗り込みまして、このまま出発みたいですね。まだ帰ってきてない人がいるんですかね。入国できてない人が待ってると動かないという感じですかね。後ろのラオスのお姉さんからですね、優しいお姉さんが水もいただきました。すごい優しいお姉さんですね。はい、ただいま9時30分ぐらいですね。パタヤを出て13時間半ぐらいで、ラオスのビエンチャン到着です。まあ、イミグレ出国も、そしてラオスの入国もとてもね、スムーズに行きました。高い建物が全然ないですね。バスターミナル到着ですね。ショッピングセンターがあったので、ショッピングセンターを目指して、SIM カードを買って、それからですね、ホテル行って荷物置いて長寿散歩ですね。はい、というわけでビエンチャンのバスターミナル到着しました。このでは